大阪電気通信大学は大阪府寝屋川市八丁十八の八に本部を置く日本の私立大学である。1961年に設置された。大学の略称は大阪電通大、阪電通大、大電大、エク。大阪電気通信大学は1941年に創設された東和電気通信工学校を直接の起源としている。 創立に際し、大阪無線電信学校の関係者が多く関わったことなどから、両校は近い関係にあったが、組織としては別である。1956年に大阪無線電機学校は大阪電気通信高等学校に統合された。従来は、各学科の略称として、アルファベットによる学科記号を使用していたが、2011年度に行われた。 学籍番号の変更に伴い、各学部についても略称表記が導入された。従来は、家庭記号として、博士前期家庭に M、博士後期家庭に D を使用していたが、2011年度の学籍番号の変更に伴い、各専攻についても略称表記が導入された。大阪電気通信大学チャンネル、大阪電気通信大学ドラマチャンネル、 DCH とは、同学の学生が、テレビ局や、プロスタッフの協力のもと、監督をはじめ主なスタッフを務める、三学連携による連続テレビドラマを制作、放映するプロジェクトである。同学の三学連携に対する、中心的施設である、先端マルチメディア合同研究所。 ジョイントインスティチュートフォーアドバンストマルチメディアスタディーズの産学連携プロジェクトの一環として、現役の学生が、監督や脚本を含む演出や、各技術パートにおける、主だったスタッフを務め、学外プロスタッフや学内プロスタッフらの指導と、協力のもとに企画、制作を行う制作体制で行われている。 日頃コンテンツ分野の研究教育を柱とした総合情報学部のデジタルアートアニメーション学科やデジタルゲーム学科に所属する学生や教員が中心となり制作、放映が行われている。第1作目、2作目は関西の地上波テレビ放送局で放映された恋する幽霊制作著作。 サンテレビジョン2006年10月6日から12月29日、毎週金曜日夕方6時放送、広江の道しるべ制作著作、テレビ大阪2008年7月7日から8月25日、毎週月曜日、深夜1時10分放送第3作目の、おかっぱちゃん旅に出るは、2010年7月12日より、ネットドラマとして、インターネット上で動画が公開されている。 2011年に恋愛シミュレーションゲーム風の大学案内アプリケーション、おいでよ。デンツを iTunes で配信している。ベリーベリープロジェクトの一環で、ソルティラズベリーという炭酸飲料を製造を販売している。以下の地方公共団体、企業等と連携、協定を締結している。2008年1月24日、大阪電気通信大学の大学院生が、 アニメ画像を無断で使用し、コンピュータウイルスを潜ませたファイルを、インターネット上に流したとして、著作権法違反の罪で逮捕、同年2月14日に、京都地方検察庁より起訴された。またその際に、ウイルス作成者と見せかけるように友人の、個人情報を掲載したことが名誉毀損の罪に、当たるとして、同年2月26日に追起訴された。 同学は学生に対し、同年3月15日から、無規定学とする懲戒処分を行い、合わせて、学生の構成のために、学生部長のもとに補導チームを組織し、情報倫理を中心とした、教育指導を行うことになった。また今後の全学的な教育課題として、知的財産権や個人情報保護など、全学生を対象とする、 情報倫理教育及び技術者倫理教育を、正規の教育科目の中で一層強化することになった。ちなみに、被疑者の学生に関しては卒業し会社員となった、後の2010年に原田ウイルスの亜種のイカタコウイルスを作成し、感染者の HDD を破壊させたとして、器物損壊罪で再逮捕されている。米光一ツイまるで恋愛ゲーム、美少女しかいない。 大学案内。ただし、懸念に限り、らない。駅レビ。エキサイト。https://www.echi-site.co.jp スラッシュニュー、e、ススラッシュアーティクルスラッシュ1314889003688スラッシュ2011年9月3日閲覧。学部工学部、情報通信工学部大学院。 工学研究科学部医療福祉工学部、総合情報学部研究科医療福祉、工学研究科、総合情報学研究科学部、金融経済学部大学院なし。ありがとうございます。